はい、こんばんは。こんばんは。ステラテレンのピエロちゃんとロミちゃんです。今日は残念なことに、うん、ラブホテルじゃありません。ビジネスホテルです。ビジネスホテルとラブホテルの違いを教えてください。 OK、うんうん、値段は同じぐらいね。6000、7000ぐらい。値段は同じぐらい。ラブホテルは7000円。まあ、まず鍵があるかないか。だいたいさ、ラブホテルがない。明かりないのか。だいたいすごく狭い。すごく狭い。すごく狭い。見えてこれ、まあ綺麗だけどさ、狭くない？はい、うんちして。書いてピーって一緒になってる。ラブホだったら必ず別。でこれは絶対なんか2倍。2倍、3倍あるよね。そう。でベッドが超小さい。あとテレビめっちゃ小さい。デコレーション。デコレーションもない。デコレーションもない。それはいいよ、私デコレーションそんなに好きじゃないけど、うん、あと音楽がない。でも一つのいいことはさ、ビジネスホテルはさ、明るい。え、ラボも明るくなるでしょ。ええ、入るとさ、めっちゃ暗くない？だけどこれしかないね。だから喧嘩する場合はさ、うん、ソファーとかないからさ。喧嘩する場合？喧嘩する場合はね。からここにさ、怒ってこう、隣。いいじゃん、道があります。道があります。道があります。あともう一つはこれは、うん、見て。お、何入ってる？タタタタタタン、からでーす。ということで、まあ皆さんはどう思いますか？コメントに書いてください。何が？あのビジネスホテルとか何がいいの？みんな泊まるならどっち？泊まるならどっち？まあ、お知らせまたらチャンネル登録と高評価お願いします。じゃあまた他のホテル行ったらまたリビューします。オッケー、アディオス。いい？オッケー、アディオス。アディオス。